はい、じゃ、あ後半も。<解>はい、はい、よろしくお願いします。はい、今度は順番。はい、中澤さんですよね。はい,は,いはい。はい、何番にしましょか。しえっと、ね、四、えー、番。四番は。はい。あ、先ほど出た、あの、国の。はい、はい、はい。こちらですね。はい。参りましょう。えー、では、続けて、この話題に触れていきましょう。アルゼンチン、中国との。通貨融通拡充。通貨安に介入強化とありますが。 6月3日付の日本経済新聞の記事によりますと南米のアルゼンチン政府が物価高や通貨安への対応を急いでいます中央銀行は2日中国と結ぶ通貨スワップを拡充して外国為替市場への介入原資が2倍になると発表しました為替介入の強化を通じて通貨ペソの急激な下落の進行を抑える狙いだと見られます アルゼンチンのマサー経済大臣は中国との2日の合意について中国との貿易関係が強化されるだけでなく外貨準備を保てると歓迎しました為替介入のほか中国からの輸入代金決済に使えると見られる枠が従来の350億元日本円でおよそ7000億円から700億元と。 日本円でおよそ1兆4000億円になることが決まったことも影響しているとみられますとありますけれどもはいよいしょバン人民権、うんはい、民人民権ですけど人民元ですけどね、はいうん、えっと えーまあ、二毛作みたいなやつで申し訳ありませんアルゼンチンの話 <laughs> 話したんで多分皆さんも分かりがいいかなということで <laughs> あえてアルゼンチンを出してあげる実はアルゼンチンだけの話じゃないんです、うん、この人民元っていうのはなんでちょっとアルゼンチン二毛作申し訳ないんですがここで書いてある、まあ、通貨融通ということで、まあ、通貨スワップってね皆さん聞いたことまあ安定化、まあ、それぞれの国が持ち合って通貨の,その為替の安定を ししましょうということがあるんですけれどもこれポイントは実は通貨の,そのスワップの話じゃなくてあとアルゼンチンとは2009年からえその協定はあるんですがでそのスワップ自体の話じゃなくてその4月の26日だったかな4月のニュースであったんですけどもその時にあったニュースがやっぱ驚いてえっといや人民元で貿易決済をするとおで人民元じゃないとダメだよということでえとアルゼンチンの経済省というのはですね決定をしたんですね。これって いや今でドルだったものを人民元の決済でや,やってねって話になったわけですよ。で、えっと、な何がポイントかっていうと先ほどまでそのじゃあチャイナのインフラだとか影響力工作だったりだとか、うん、軍事的拠点をっていう話をしてましたけども、うん、何がアメリカ台湾の話もそうです。うんえー、何でチャイナが台湾に手を出しづらいか。 えそれからアメリカがなんでチャイナに圧倒的に強いかってこれ根源を言えばマネーの力なわけですよいわ、うん、ドル、米ドルというのが派遣だし、うん、えそう。でもここを、えっと、米ドルに対して制裁をかけると取引できないですよってアメリカから言われちゃったらうん、うん、チャイナとしてはもうお手上げなきゃ貿易できないわけだからうん、うん、だから結局その米ドルというもののツールというのが最終的であり根源的であり最強のパワーなわけですよねだからその基軸通貨になるというのが、えー、本当の意味で チャイナが米国を凌駕する。世界覇権を握るという意味では、人民元がえっと基軸通貨になんなきゃ、えー、今じゃないですよ。うん、将来的になんなきゃダメだよね。っていうのがまずベースであるわけです。はい、ただ、これはアメリカ側も分かってるわけです。うん、ここを来られたら、うん、軍事的にどんだけアメリカが優位に立ってようが、うん、人民元が基軸通貨になったら終わるよね。って分かってるわけですよ。これは経済的にも軍事的にも終わるから終わるというのは列に立たされるから。 かってるわけでってことはチャイナととしててははかっいいるんんだけどもさすすがに踏めななうこでアメリカもそこだけは絶対に支出するぞっていうのは当然あるわけなんではっきり言って台湾を捨てようがどこを捨てようが多分そこを守りたいぐらいの多分高い別に捨てるっていうことを言ってるじゃん要はそれぐらいのレベル差がある話なんですねその基軸通貨っていうのは。ってことはチャイナはどういうふうな戦略を取るかっていうと。 スピードは踏めないつまりアクセルを踏み込んだらアメリカが本気で、うんえー、制裁かけ潰しにかける、はい、これはいけないと、うん、な,なので人民利は国際化しなきゃいけない基軸通貨化しなきゃいけないんだけども、うん、アクセルは踏みすぎないようにしなきゃいけないというジレンマの中で数十年、えー、まあ数十年ですけど20年ぐらいですか江沢、うん、民政権になってから胡錦涛になって今習近平ですけども2 3 0年やってきたというのが実はチャイナのそういった、えー、と通貨上のジレンマ、えー までありある意味では最終的なカード、はい、最終的なバトルの場なんですね。うん、でじゃあチャイナはどういう風に徐々に進めてきているのかというと一つは証券を広げること。これははま,まずは え米ドルでもいいから決済米ドルでもいいから証券を広げていきましょう貿易をチャイナに広げていきましょうえグローバル化のもとにえまあ国際的な貿易協定も入りながら2か国間の FTA とか結びながらどんどん広げていきましょうと別にこれはあの人民元と米ドルの話じゃないですね。あくまでも米ドルさんのの中国と あの要するにあのまあ貿易量を,や易量を増やしていく,増やしていくで実際にだってもうあれでしょあの中国が最大の貿易相手国っていうのも百カ国超えてましたよね。超えてますね。はい。はい、でまあだからほとんどの国でっていうか、うん、まあちゃ、うんとじゃあマッな貿易をやってる国であれば、うんうん、まあチャイナというのが最大の貿易相手国っていう国が結構多くなってきてるわけですよね。でまずは証券を広げている第一フェーズがあった。 で次に第2フェーズとしては何をするかそれでもまだ人民元にいきなり行ったらアメリカさん怒るし怖いですよっていうことをやっているので何やってるかというと要はちょっとずつですねあの現地決済現地通貨での決済っていうものを人民元に広げてきたというのが習近平政権になってだんだんとようやく出てきたわけですね。でそれは一番例えば距離が近い政治的にも地理的にも近いロシアだったわけです。人民元ととロシアルルーブルででのの現地での天然資源をを買いいまししょうみたたな協定をしてったりだとか あとは、えー、中東諸国とやっていきましょうというのが本当にこの数年ぐらいで始まってきたところだったんですね。うん、で、まあ、そういった国とはある意味では、えー、と反米のところもあるから、うんまあ、人民元に切り替えるっていうのも要は、うんまあ、彼らが言ってるんですよってチャイナが言える口実があったわけですよ、うんうん、反米だから。うん、いやロシアだしねみたいな、うん、<laughs> あとはまあイランだしねみたいなことで言えたんだけども、うん、これアルゼンチンってことになってくると。 結構、まあ、もちろんね別に反米じゃないとは言わないですようん、うん、だけどそこまで反米反米言ってるわけじゃないじゃないですかうん、うん、だからある意味ではこのふ普通というかまあそれなりの国が、えー、まあ米ドルじゃなくて人民元に という,ふうに切り替わったことのの一つ例なんです、うん、で他のそれ以外あんまりまだないわけです当然なんかチャイナとしてもだから要は今までどチャイナとしても行きたかったけどアクセルを踏まなかったのが、うん、ここアクセルをきまし踏みましたねというのが実はアルゼンチンのこの貿易決済に人民元を使うということで、うんうん、しかも飛び地、うん、今までは天然資源とか、うん、あの本当になんていうのインフラとかそういったもんだったんですけども。 これ普通の貿易ですからねそれに対してこう人民元にっていうのを切り替えたっていうのは他の国でもこれ今後出てきた場合に、うんえー、チャイナ側としては僕はまだ2020年代まだ来ないと僕は思ってたんですけども、うんうん、ひょっとしたらアクセルを踏むつもりなのかなという気配。 を感じたたニュースだったんですねなので人民元っていうのの基軸通貨化というのを僕は2030年代なんだろうなというふうに考えてましたがひょっとしたらもうちょっとアクセルを踏み込むもっと言うとその米中対立の、えー、ある意味ではその激化っていうものがここから起こるのかなというようなニュースとかちょっとあのきな臭い話。 だと思いますだから、えー、これ以外にもいっぱいツールあるんです人民元のツールっていうのがあって、えー、例えばそうデジタル人民元、うんえー、っていうものっていうものは いやデジタル人民元って、えっと、いや人民元は使ってないと意味ないから<え>デジタル化したところで、うん、別にそもそも米ドルでいいですよってことになったら米ドルでデジタル人民元って何をやってるかっていうと、えー、国内ではもう実証実験チャイナやってますねデジタル人民元、はい、だ日本で言えば、えー、中日本、えー、デジタル円っていうのも日本も研究し始めてじ、えー、実験を始めるという話ですけれども。 はその国内だったらいいんですけど越境になってくるとクロスボーダーになってくるとさっき言った国際決済のツールになってきて今までであればベドルとス w i f t っていうえ国際決済をする銀行間の取り決めシステムで動いてたわけですつまりこのス w i f t ベードルマッチっていうものでえとあらゆるインフラ投資だったりだとか貿易上の決済だったりだとかっていうのが行われていたんですがこれがえ人民元とチャイナがやってる SHIPS っていうのにまず変えましょうと。 で変わってきた時に今度はデジタル人民元になりましょうって話になるとこれ何があるかっていう例えばですねアフリカの小国とかが今まではえっとチャイナの企業と取引する時に1回米ドルに換金して米ドルをスイフトっていうシステムに載せて決済をやってたわけですよね。 そうするとある意味為替差損が出たりだとか、為替上のリスクがあったりとか、そもそもアメリカに全部アメリカにも漏れバレる、ね、情報もバレる。うんうん、でなおなおかつスイフトって手数料高かったりするのであれなんですけども、それが人民元で直でえっ、ー、と。うん 中国製品買うんであればいいですよ。外け,、ね、けるので、て完全にコストが下がるんですよ。うん、あのだからチャイナ側はアメリカに情報が取られないというメリットはあるんですけども、の、うん、現地のそのちっちゃい商工業者からしても、うんえー、実は数千万とか数億円の決済するのにわざわざアメリカの。えー そう高いレートに買えなくていい決高いじや僕あのほら海外にお金送金する時ってめちゃくちゃお金取られるじゃないですかだからそれが人民元になるっていうのは実はそメリットがチャイナと貿易をする場合はあってでなおかつスイフトっていうのの高いのじゃなくてデジタル人民元すぐ終わっちゃうからピッてやると終わっちゃうからその 即時性もあるということから考えると要は銀行業務中抜きができる、うん、それから為替のリスクも減らせるということで実はその普通の中小業者からするとメリットがあるんですよね、はい、チャイナ街の中小業者からすると。うん、だからだって決裁量をね、うん

<ね>えそう。 だたらアフリカの中小,事業中小事業者なんてイデオロギーのために5か払わないでしょイデオロギーなんか別に関係なく中国と貿易今やってるんだから5%安かったら取るでしょみたいな話になるので要はそのえ何が言いたいかっていうと別にそのイデオロギーとは全く関係なくその人民元決済を選びやすい状況になってなおかつ単純に手数料が安いっていう普通になんていうのかな中小事業者にとってメリットが出てきているのでそこをちょっとねあの気をつけて 気をつけない,といけないというのが実はこのアルゼンチンの一件だし今後出てくるであろうデジタル人民元だけどこれはちょっと虎の王アメリカのベイドル・スイフトの虎の王を踏むのでどんだけいくのかなっていうのは僕はまだ疑問なんですがでもこの話が出たってことは結構進むのかなというのを思ってしまいましたという感じですね。ははいいさんんかかががですす問題はやっぱりりアメリカが、ね、金取りすぎなんだよね、うん、マージンを、うん そのマージン取り過ぎを、ね、あのこ,これを機に反省して <laughs> 基本的に、ねこのあのこのね、中国の,このやり方というのはうアメリカのひどいところをついて中国の味方になるじゃなくてアメリカこんなにひどいから、ね、別のやり方があるよ はあはあ、別に中国の味方しなくていいからでも我々とやるも使った方が得じゃんっていうやり方ですよね。うんうん、そうですね。だからでアメリカと付き合うともうねもう人権だ LGBT だなんだって言って面倒くさいこと言ってくるけど、うん、僕らそんなこと言わないからさ別に我々たちの味方しなくてもいいけどさアメリカにね結局そうねえだろっていうやり方だからこれ非常に巧妙だよね。だから 本当は例えばアメリカとかがデジタルドルとかっていうのを転換すればね皆さん思うじゃないですかじゃあデジタルドルアメリカやればいいんじゃないかと思いますけども今度アメリカ国内で反対が起こっちゃうわけですよそんなんやったら手数料でやってどうすんだって話になっちゃったりとてもじゃあチャイナそのも題でどうやったかっていうとそれは国有だからみんな銀行が商業銀行が市場の中の「いやいやそれはやれ」ってたらやるよね「はい」ってみんな商業銀行やりますよね。中国交渉から みんなやるんでだから何だろうなその体制上の違いとアメリカのオウンゴールを全部見極めながら、うん、内政上のグダグダを見極めながら、うん、要はセカンドムーバーアドバンテージみたいにね言われますけど、うん、要は2番手の強み、はい、要は先行してない方の強みっていうのをチャイナがやってくるので、うん、まあなんか渋いんですけどもはるかにウクライナの話よりも。はいはい これ結構、じわじわきますよねいや。このね、お金に関しては、うん、マネーに関しては、全然その一対一のレベルじゃなくて。うん、あの、も、もっとレベルが二段階ぐらい上の危。うん、危険意識が必要ですね。はい。だから、この、で、僕救いなるはね、この間も、ちょっと、あの、まあ、防衛省の人と話をしてて。あのー。うん、ね、もう、十年ぐらい前まではね、防衛省の人たちは、この。 通貨ととか金融っていいうののは自分たちの、ね、もうあのテリトリトーじゃないと軍事だけだからだからやっぱり中国の脅威って考えても中国の軍事的なことだけやってたんだけどいやそれでいいのかって僕ずっとこの防衛省や自衛隊の人に言い続けてこの間あったらいやいや我々も、ね、やっぱり財務省金融庁と話をしながらこの金融や通貨の問題の中国覇権っていう問題について。 やっぱりこのサイバーとの関係もあってちゃんと見なきゃいけないということであの専門家の養成とかそういうことを始めてますということになってきてるっていうのを聞いてああようやくそうですね日本もね省庁縦割りからあの大務でねやっぱりやるようになってきたんだなっていうので。 まあようやくですけど。ようやくですね。あの、本当にあの、よくなってきてると思う。うん、でも便利な方、便利な方がみんな惹かれるんだよね。便利で安いって。<う>やっぱり商売には浸透しちゃうから。うん、だから、もう抗えないんですよ。うん、そこら辺って国の意思じゃないんで。イデオロギーよりね。うん そうでさっきねその早く僕がアクセル踏み出してるなという危機意識をもう一つ調査があってそれは習近平指導部で3期目発足しましたね。うんはい、でそれまであの金融っていうのは調剤系委員会みたいな形でやってたんですけども金融委員会っていうのは新たに設置したんですよ中央金融委員会っていうのを設置して、うん、まおそらくこれもその、まあ、プルデンスで安定性金融の安定性とかの話もあるんですけども、うんうん おそらくはこの,その人民元、えー、関係の、うん、基軸通貨国際通貨基軸通貨化っていうものを狙ったもんじゃなかろうかと。うん いうふううふには思うのであああ宣伝しますえ僕の本がデジタル人民元というのがあるので詳しく知りたい方はそちらを見ていただければ <laughs> まあそれは冗談にしてもああ冗談じゃこんない本,本は出てますので <laughs> 買っていただければありがたいんですが、まあ、でもその中央金融委員会というものができたので、うん、まあちょっとねあのチャイナの,その人民元周りこの人民元周りというのはぜひ皆さんチェックしておいていただいた方がいいかなという気がします。はいはい、では、はい、えの、はい

えー一回ね気持ちだけちょっと回します。はいえー、それではえー、もうコンロの上に戻しましたところでいかがでしょうで江崎さんから引いていただけますでしょうかはいこれじゃ,あ、はい、じゃあもう何も考えず、えー、はいはいこれあいきなりですかねよかったよかったはいえー、私ですねよかったこれはこれよかった,よかったはい、えー、あのーうん、えー、もう一番あの、うん、話したいその場で話したいことを、うんうん 喋るっていうのが持ち味の声なんですよねだからあえていきますはい、えー。続編熱望サンクチュアリー聖域っていうね、はい、これはここまで攻め込んだね、うん、というかドラマができるのかっていうね